こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。まだね、レシーゼクのねダブル技コースでね、ダブルラッシュコースでね、まだグレード4がね、ゲットしてないのと、まだ出現もね見てないのがねありますので、まずグレード4からね行ってみたいと思います。コースを選ぶ、はい、ここほらまだ何もねえ、すごいね、ある意味すごい。レシーブ、ゼクロブ、はい、まずね、このグレード4に出会いたいなと思います。ガオレメダルを道具と交換できるぞ。ガオレメダルと、攻撃ですね。はい、じゃあまず気合い上げからいきます。ナットレイ、お、ワニの子、野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。使えそうな感じしますね。ガオレパスボーナス、さらにスペシャル防御ボーナス、さらに鋼ですからね、さらに鋼、気合いアップ、さらに気合いグーンと、今後役に立つような感じはしますけども、特攻アップ、バトルスタート。味方の攻撃、ポケモンソードシールドルーレット。おーっと、ここは一応水でいきましょうかね。相手を倒しちゃってもいけないんでね。急所に当たった。ボールレバーで応援するポケモンを選ぶボタンを押します。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を、攻撃ルーレット、さあここはこらえたい。よし、抜いた抜いた。攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を、ね、攻撃アップ。こらえなかったが、ガオレディスクをセット。あとね、2回は攻撃したいんですよね。2回、うん、もったいないけど、もったいないけど、いっちゃおうかな。ボタンで決定。そう、もったいないけど、2回攻撃するには応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくり、ダブルラッシュで、ダブルラッシュを気合上げのために使うっていうね、ダブルラッシュチャンス。もったいないですけど、しょうがない。
ったいない使い方ですけど、まあでもこれね、次にまあ600ね、気合を600以上にして、うん、レシゼクを出すっていうですねためにはちょっと必要かなと思います。ボールレバーを倒せ、やった、スーパーボールだ。ワニの子はまだ持ってなかったような。100円を入れるとポケモンを連れて帰れる。どうしようかな、どうしようかな、ワニの子まだ出てきてくれるかな。あ、じゃあとりあえず今回はこっちで、あ、ね、本当はグレードを一応ね狙うのがね賢いやり方だと思いますけど、まあ、今回はちょっとこれをねちょっと使ってみたいっていうのがあるんで、ボタンを押す。あぶねー、ギリギリた。うわー、602% ですかね。いやー、ここまでしてね出なかったらね悲しいんですけども、よし、 OK。 さあグレード4、グレードバトルを続けられるよ。はい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 、2回目のバトル、連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンをボタンを押しまくって味方の攻撃、攻撃ルーレット、どうだ。やった、ゲットチャンス、ボールレバーで。ちょっと攻撃見たかったんですけどね。ボタンを押しまくる。相手の攻撃、防御ルーレット、黄色いマーク、避けやすさアップ。来るぞ、さあ避けろ、避けろ。一発だ。まさかの海洋画の方が。そうか、じゃあ原子グラードンでね、ね、原子グラードンを略してゲングラーと呼んでますけどもなんかおかしいみたいで、まあでもね、ゲングラーでいきます。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。まだ14秒あるからね、ゆっくりやってもいいんですが。味方の攻撃、攻撃でもガオレってね、何が起こるか分かんないんでね、また避けられるかもしれないしね、これ。当たったら OK。 あー、やっぱりな、ね、何が起きるかわからないね。味方の攻撃、攻撃ルーレット、一番攻撃アップ。オッケー、ゲットチャンス、今だ、ボールを
ダムゼクロムでいうとゼクロムの方がね好きですからあしょうがないお粘ってるおポケモンがなおたけびを上げてさあポケモンを呼び出すもう一回ですねゼクロムが出てきてくれることをゼクロムと、まあ、グレード4の何かでいいんでああレシラムだレシラムはいじゃあゼクロムブラッキーグレード4出てこない100円を入れるとバトルを続けられるよファイナルバトル連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ HP 回復でね、外すとあまあどうせ同じでしたねボールレバーで応援するポケモンをボタンを押し当て相手の攻撃防御ルーレット赤いは避けやすかガマゲロゲ、ガマゲロゲが粘ってる。見えてるつもりなんだけどな。おー、やばい。やばいぞこれはどうしよう。もうこれしかないな。味方の攻撃攻撃ルーレット一番大きな数字は出ない。攻撃全然違う。やめて。オッケー。当たればでかいんだけどね。ああ、焦った。ポケモンゲットのチャンスだね。おお。勝ってよかった。うわあ。ありがとうございます。いやあ。マスター。いやー今のね時間切れだったらもうなかったですからね。いや危なかった。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。はいありがとうございます。レシラム白衣男の、はい、あ尻尾から炎を。でもこう顔をアップするとねかっこいいですね。真実の世界を作る人を助ける。なんかこう遠目に見
るとね、あれでも今回なんかかっこよくなった？前もちょっとなんかワンちゃんみたいな感じに見えたんだけど、変わんないかな。あ、絵もかっこいい。演奏完了。かっこいい、かっこよくなってる。今日取り出そう。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。ラストチャンス。タイミングを合わせてボールレバーを倒せ。スタート。はい、ポケモンを捕まえたぞ。おーおお100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。はい、ここはちょっと失礼します。いいです、どうでも。はい、レシラムゲットしました。これはでかい、レシラムでかい。いやね、ポケネもね、4980ってことで、まあ、5000にはいってないですけどね、最強クラスですからね。今のところ最強クラスですから、いやこれはね、嬉しいな。はい、ということで今回はね、見事レシラムですね、ゲットできました。次回はこれのね、ダブル技をちょっと発動させてみたいと思います。それでは See you next movie!